大杉勝夫、大杉勝夫、大杉勝夫、1945年3月5日から1992年4月30日は、岡山県勝田郡奈義町出身のプロ野球選手、内野手。NPB における、通算本塁打数、通算打点数ともに、歴代9位、2016年シーズン終了時点。三兄弟の次男として生まれ、4歳年上の兄に、 影響されて野球を始めた。その後、兄と父を病で亡くす。白血病で亡くした兄の、兄の姿を甲子園に再現させてくださいという願いを叶えることと、自身も兄の出場した甲子園に憧れ、野球に本格的に打ち込むようになった。関西高校に入学し、公式野球部に入部。一年でありながら、真っ先にレギュラー保守となる。 しかし経済的負担もあって軟式に転校、甲子園に出場することは叶なわなかった。卒業後は、2、野球部を新設し、高校の先輩である、岡田悦也が監督となった丸井に入社。都市対抗の東京都予選などで活躍するが、総部2年目の2野球部は休部する。岡田の勧めもあり東映フライヤーズの入団テストを受ける。 テストでは力を発揮できず、球団幹部は獲得に難色を示した。しかし当時の打撃コーチ、藤村文夫が才能を乱し、投映が取らないら、私が藤村の古巣である阪神に推薦しますが、それでも構いませんかと監督の水原茂に問い詰めると、お前がそこまで言うのだから、さぞすごい打者なんだろうと、水原は大杉の獲得を決、入団に至った。 また、張本伊氏は、新人の大杉を見ると非凡なものを感じた。軽く振っているのにものすごく勢いよく球がぐんとびる。なぜかと思って、打率を意識すれば、本塁打が出ず、本塁打を意識すれば打率が伸びず、その葛藤で悩んでいた私は、新人の大杉のバッティングをよく観察した。すると、バットの出方が当主で言う。 スリークォーターで、低めに来た時は自然な無理のないアッパー。真ん中は綺麗なレベルスイング。低めに来た時は腰を落として、綺麗に払っていく。球の工程、コースによってもバットの出方白変わらない。その時に私は確信した。こいつは三冠王を取ると打ち明けている、別冊宝島主玉の好敵種。また、この大杉に感じたものは、 後の落ち合いにも共通していたとも述べている。ライバルであった阪急の長池は丸い時代の大杉と顔を合わせており、大杉のバッティングを見てすごいのがいるなぁと思ったと振り返っている。水原監督は大杉を入団1年目から積極的に起用し、2年目には101試合の出場で打率269を記録。3年目のは飯島コーチの 月に向かって打ての助言で開眼し、5月の段階で、両、リーグトップの13号を放つ。レギュラーに定着し、オールスターゲームにも出場。第3戦で、江夏豊か,から満塁本塁打を放ち、MVP を獲得する。同年は、全試合に出場して打率、291.27本塁打、81打点の、 成績を残すが、リーグ最多の107三振を喫した。よくも三振が目立ったが、34本塁打を放ち89打点を残した。からは三振も減り、5試合連続本塁打も達成。日本記録のさよならアンダ5本、パリーグ記録のさよなら本塁打3本を成し遂げた。この年から73年まで6年連続30本塁打。 からは3年連続40本塁打を放った。1970年には自己最高となる打率。339.44本塁打、129打点、日本記録となるシーズン15下比を記録。同年とには2年連続本塁打王のタイトルを獲得する。1970年とには打点王を獲得し、張本伊佐夫との34番コンビは OH 法と呼ばれた。 1970年には2試合後本塁打の固目打ちを達成。これは1983年の引退年度にも達成し、史上唯一の両リーグ2試合後本塁打達成打者である。1972年5月に当時の日本記録である月間15本塁打を達成。同年7月11日の対南海ホークス戦で、大杉は初回に26号本塁打を放つものの、 好雨ノーゲームとなり、幻の本類だとなった。最終的に、長池徳次、阪半球ブレーブスに、本類だ一本差の二位。打点は、野村勝也、南海と、同点一位に終わった。東映が飛較ホームになると同時に長年つけていた、背番号、五十一を三に変えるが三十四本類だと四十本を切り、本類だ二位に終わる。翌日再起を図り再び、 51に戻すも復調せず、打率。234と、成績が低迷。球団の親会社が前年オフに、日本ハムに代わり、東映カラーの払拭を目指すフロントは、主力選手の大量放出を断行する。大杉も、ヤクルトスワローズへ、内田純三と、小田義人との交換トレードで移籍した。移籍1年目は、荒川博監督の指導が合わず、打率。 237と結果を残せなかった。その後に猛練習を重ね、2年目の1976年に、代打3試合連続本塁打の離れ技で、レギュラーに返り咲き、打率。300.29本塁九93打点の、好成績を残す。からは、広岡達郎が監督に就任した。同年は打率。十九点三一本塁打百四打点を、 記録した。2は、開幕から5番打者を務め、後半戦は4番で打線を引っ張り、チームも開幕から129試合連続得点という記録を打ち立てた。同年は打率。327.30本塁が97打点を記録する活躍を見せて、球団のリーグ初優勝に貢献。半球との日本シリーズでは、同じ岡山出身の松岡博士と共に活躍した。 大杉は第七戦の六回裏に足立光弘からレフトポール際に本塁打を放った。この判定をめぐって阪急の監督の上田理事が猛抗議。一時間十九分も試合が中断するも判定は覆らなかった。抗議されたことに起こった大杉は次の八回裏にアウトで迎えた第四打席で山田久志から文句なしの本塁打を放ち、チームは日本一となった。 この2打席連続本塁打で、大杉は、第2戦、第5戦の本塁打と合わせて、長島修行のシリーズ4本塁打の記録に並び、同じく長島のシリーズ記録であった9打点を、更新する10打点を残し、シリーズ MVP を獲得した。2は打率、343を記録するも、首位打者には及ばなかった。6月3日、史上初の両リーグ戦安打を達成。 両リーグ200本塁打の記録も、あと1本まで迫っていたが、通算本塁打はパリーグで287本、セリーグで199本、持病の不整脈が悪化し、夫人が入院生活を送っていたこともあり、同年限りでの現役引退を表明した。引退試合の挨拶で、最後に、わがまま気ままなお願いですが、あと1本と迫っておりました両リーグ205本塁打。 この一本を、ファンの皆様の夢の中で歌していただきますれば、これにすぐる喜びはございませんという言葉をした。また引退会見の席では、サリシユメジの森に、霞スミという句を読んでいる。引退発表の日、背番号八が、ヤクルト発の決断に内定。からまで、富士テレビ日本放送の野球解説者を務め、に、横浜太陽ホエールズの一軍打撃コーチに、 就任したが、二眼が,が判明した遺団。1992年4月30日、肝臓眼の試し去。47歳坊津、迷宮会会員最初のぶっこ者となった。1997年、野球殿堂入りした。現役時代は道具を大切にし、特にバットにおいては毎日手入れを欠かさず、牛骨を使って木目を締め、体調に応じて、バットの重さも変えていた。 ファンサービスにも積極的で本塁打を打った後に観客に向けて投げキッスをするなどのパフォーマンスを行っていた。また、愛妻家であり、生前書いていた日記のほとんどは夫人に当てたもの、スランプに陥れば妻も世間から責められるからと奮起したり、ヤクルトが初優勝した時は他の選手と違い、真っ先に夫人の待つ家に帰ったりしている。グラウンド上では、 剣活派役、乱闘では、相手選手に殴りかかることがたびたびあった。1970年の西鉄戦では、西鉄の攻撃時、西鉄の二塁走者、カール・ボレスが、左中間のフライで、タッチアップし、在に二塁のベースカバーに入った大杉がボレスと、接触した。この接触があまりにも激しかったため、大杉は激怒し、ボレスに掴かみかかった。ボレスも応戦して、 大杉に殴りにかかったが、大杉は回避して逆に右拳でボレスを殴り、混沌させている。また1978年の巨人戦で両軍、入り乱れての乱闘の際には、当時の巨人監督である、長島茂雄にも殴りかかって一発加えている。大杉自身は乱闘の際に興奮しすぎて、長島に殴りかかったことは覚えていないという。 巨人の選手として立ち会っていた元同僚のハリ伊モイサオが暴れる大杉を止めないといけないほどであった。コーチになってからも同様で、不整脈の持病がありながらも1990年6月24日の広島戦では、外野で追いかけ回したマイク・ヤングに掴かみかかるなど晩年でも、決起盛んであった。辞論は、挨拶のできない奴は伸びないであり、挨拶のできない奴は大抵。 二流か三流で終わると指摘している。半球の長い毛をライバルとして認めており、1967年のお互いの27本類だを、あれが競争の合図だったと生前語っていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。